皆様こんにちは、田中涼子です。はい、先日ですね、先日のメッセージで、本当の自分になりましょうみたいな、なんかそういうメッセージだったような、隠れ家から出ましょうみたいなね感じだったんですけど、私はですね、なんかね、子供の頃のことをすごく思い出すような出来事がありまして、前フラワーデザイナーの方にこうブーケをね教えてもらったって言ったと思うんですけど、自分でね近くの原っぱに行って、もうこれ何日も前に作ったやつなので、ちょっとね新鮮ではないけれども、もうまだ元気いっぱいで、こうレンゲソウみたいな、ちょっと白爪草の赤バージョンとか、なんか原っぱにね咲いてるような葉っぱとかお花とかをね摘んできて、ですごいなんかね、あ、そういえば私童心、なんか子供の頃にこういう遊びいっぱいしてたなと思って、なんかすごいなんか自分が子供に帰ったような気持ちになって夢中になってね、お花を摘んだりとかねしたりとか、はい、私ってすごくなんかこうやっぱり自然に溶け込んでいたんだなっていうね、子供時代のことをすごく思い出しました。で、それで、ね、私のワクワクがこう通じたのか、フラワーレッスンをね本当に習い始めることになりまして、フラワーアレンジメントをね。で、昨日はこの2種類のねブーケを作ってきました。これはちょっと丸い形のブーケで、これはねなんか女性とかにね送るような感じの素敵な、とってもね可愛くて、すごいね、あ、こんなの私自分でもできるんだと思ってすごく嬉しかったですね。でこっちはですね、なんかちょっと花瓶がねちょうどいいのがなくて、こんな感じでぴったりのがなかったんですけど、これはなんかスーッとこう上にこう伸びるような、こう男性にプレゼントしたり、あとはなんか活動的な、ね、女性にね送ったりとかするようなブーケをね、とりあえず今回これを教わってきました。すごいね、お家の中がもう草原でこう摘んできたお花とかもいっぱいあってねお花畑状態で、すごくね癒されます。自然の力ってすごいですよね。はい、では今日のメッセージは、大天使ラファエルオラクルカードを引いてみたいと思います。イエスですね。はい、では読ませていただきます。答えはイエス。質問への答えはイエスです。あなたはもうそれに気づいていたでしょう。そこで大天使ラファエルはあなたの直感が正しいことを裏付けようとしているのです。このカードは今の問題と向き合い、未来に向けて準備をするためのお守りなのです。次の展開を読むことが最大の幸運につながることがあります。ラファエルは全てがさらに良い方向へ変わる可能性があると告げています。これからもずっとあなたを導く直感を受け入れましょう。はい、皆さんがね、直感をね、大事にし始めていますよっていうお知らせなのかなと思いますね。で、可能性のある意味っていうのもありますので読ませていただきます。物事が良い方向に進んでいる。あなたは正しい道を歩んでいる。最近体に良い変化が現れている。申し出を受け入れる。新たなチャンスが目前に迫っている。イエス、あなたの感覚は正しい。はい、私がこれをね読んでいてピーンときたことは、やっぱりね、心に従って私は話すことがとっても苦手だったんですけど、
なんかこうブログを書くのもこうずっと 10年以上ブログを書き続けていたんですけども、今度はなんかそれを全部消化してしまったから話すことをしなさいって、あなたが自分自身が表に出てお話ししなさいみたいなメッセージを受け取ったので、まあ、話がねすごい下手くそなんですけども YouTube を始めたんですよね。で、まあ、まだね特に登録者数がすごい多いわけでもないんですけども、もうね40人の方がね登録してくださって本当にありがとうございます。なんか皆さんにね心を込めてね何かメッセージをお伝えできたらなと思っています。で、多分ねそのやっぱり心に従うっていうそのエネルギーがね、そのなんていうのかな、結果としてはそんなにね少しの人にしか見てもらえないとしても、このエネルギーが多分ね広がっているんですよね。それでそのことによってなんかこうどんどん良いことが舞い込んでくるっていうか、こういろんな人からのこうお誘いをいただいたりとか、楽しいことがますます起こったりとか、それをねすごくね私もう肌でね感じるんですよね。で、病気、もしね病気とかなんかちょっと今お辛い状況で悩んでいる方も同じなんですよね。で、私もその状態からコツコツね毎日直感を受け入れて自分の心の声を聞いて、あ、嫌な時は嫌だって言ったりとか、本当は私はこんな風に思ってるんだよって伝えたりとか、もうできないことはできないって言ったりとか、本当にねコツコツ自分の心の声を聞いてやってきたわけですよね。それがある時から病気の、ね、病気が治るっていうこのエネルギーと、そこからまた良いことが起こるっていうエネルギーに変わる地点がどうもあるんですよね、多分ね。で、私は多分そこのところを通り過ぎて、ちょっと元気になってくる、元気になってどんどんいいことが起きてくるっていうね、こうこちらのベクトルの方にこう今進んできたのかなっていう感じです。だからね、どこの地点にいてもやることは同じで、こう心の声に従ってワクワクをねやり続ける。そしたらね、どんどんね、自分の体調も多分良くなってくるし、あと起こることもね変わってくるので、皆さんもね自分の直感を大事に、ね、大天使ラファエルがにいつもね呼んで癒しをね頼んでいただけたらなと思います。はい、今日のメッセージはこれでおしまいです。はい、ではまた次の配信まで、ありがとうございました。さようなら。